CPC をご覧の皆さん,こ,んにちはここからの時間は新型コロナウイルス感染症情報をお送りいたしますそれではご覧ください。<music> 住民福祉課から新型コロナウイルス感染症情報についてお伝えしますえ今日は新型コロナワクチンのコールセンターの一時休止についてえ2つ目に令和5年度来年度のワクチン接種予定についてえそして3つ目にマスクの着用についてお伝えをしていきます。 今までですね。新型コロナワクチンの接種コールセンターということで、ワクチンの予約でありますとか、お問い合わせを受けておりました。高森町新型コロナワクチン接種コールセンターですが、三月末をもって一旦ですね、休止をさせていただきます。四月一日からの一時休止ということになります。これは、また、来年度もワクチン接種がある予定なんですけれども、その準備体制をとって。 そしてまた再オープンするという予定になっておりますので、えー、一旦休止をさせていただきます、えー。休止期間中もですね、お問い合わせについては受けたまっております、えー。高森町住民福祉課にお問い合わせください。電話番号ゼロ九六七六二の二九一一です。 こちらの方で新型コロナワクチンの子どもさんの接種についても大人の方の接種についてもお問い合わせを受けたまわっておりますのでこちらの方にお電話をいただければと思いますのでしばらくの間よろしくお願いいたします、えー、次に令和5年度のワクチン接種予定についてお伝えをしていきます、えー、先日からお伝えをしておりますがあ内容の方は大きくは変わっておりません 国でまだ検討されている事項ということになります来年度は2回新型コロナワクチンの接種が予定されております1回目が季節で呼ばれておりまして春夏接種2回目が秋冬接種ということになります春夏接種の方はですね重症化リスクの高い方高齢の方であるとか基礎疾患をお持ちの方 また医療従事者や介護従事者などが対象となる予定になっておりますですので今のオミクロンワクチンの接種の時よりも随分狭い範囲での対象者ということになります そして、秋冬接種につきましては、使用ワクチンは未定なんですけれども、対象者の方はかなり広がります。今年度行われましたオミクロン対応のワクチンと同じような対象者になるかと思います。追加接種が可能な全ての年齢の方ということで、対象者が予定されております。来年度の接種については、ですね、ま今後、来年度の体制で しっかり検討してどのように高森町で接種をしていくのかどのような体制で予約を受け付けるのかというところを検討した上で皆さんにお伝えをしていくと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますさて次にマスクの着用についてお伝えをしていきますマスクの着用ですね3月13日から緩和されております ご本人の任意ということでご本人の意思でマスクを着用したり外したたりりり外とということになっております国の方ではある程度基準が定められておりましてマスクを着用した方がいい推奨されている場面としましては医療機関を受診する場合であるとか高齢者施設を訪問する場合また通勤ラッシュに など混雑した電車やバスに乗る場合そういった時にはですね、えー、マスクの着用が推奨されているということになりますそしてマスクの着用が効果的という場面も示されておりますこれは高齢者や、えー、基礎疾患を有する方そして妊婦さんなど基礎疾患を有する方が外出される場合まあ、えー、感染拡大時に混雑した場所に外出される場合はマスク着用が効果的ですということで示されております そして、えー、これはもう当然変わりなくなんですけれども、マスク着用は緩和されたんですけれども、コロナが終わったわけではありませんので、えー、症状がある場合というのは、必ずマスクを着用をしていただきますようお願いいたします。えー、風邪症状などがある場合、えー、陽性となった場合、濃厚接触者になった場合、えー、そういった場合はです、ね、必ずマスクの着用をお願いいたします。 さて、新型コロナウイルス感染症ですが先ほどから言っておりますとおりした。しかし感染症が終わったわけではありませんまだ2類相当の感染症となっておりますので高森町の皆様にもですね引き続き感染予防にお気をつけをいただきたいと思います。 えー、必要な場面ではマスク着用にご協力をお願いいたしますまたこまめな手洗い手指消毒換気を行ってください発熱時は仕事などを休みかかりつけ医などに電話相談をされてください、えー、2年間、えー、皆さんにこの コロナ感染症についてワクチン情報であるとか感染症の状況について、えー、お伝えをしてまいりましたが、えー、私の方でお伝えするのは今回が最後となります。また、えー、令和5年度ですね来年度につきましては予防接種の状況でありますとかまた感染症の状況につきましては、えー、次の担当の職員がですね 皆さんにお伝えしていくことになると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。えー、町民の皆様におかれましては、引き続き、えー、健康に気をつけられ、感染予防にもご協力いただきますようよろしくお願いいたします、えー。以上、今週の新型コロナウイルス感染症に関するお知らせでした。2年間ありがとうございました。